いや、すごい。どう？こんな始まり方ですか？いやいやいや、久しぶりな。お久しぶりです。お正月ぶりぐらいですかね。あ、そんなもんか。あれだ、前回お食事会だってそのまました時ですもんね。てかすごくないですか、なんか進化の仕様というか、こんなのなかったですよ。ありがとう。え、何ですかこれ。やっぱ半年ぐらい前に猪狩と飯食ったじゃない、その取ったじゃない。あれだって何気に第一弾ですよね。そうで、あの時にさすがにやべえなって思ったんだよ。あの時俺の携帯を回してやばい、ああ、なんかちょっとお疲れ様です。なんか上がるの僕らなんかやたら遅くなかったですか。何が僕の方が上がるのが撮影機と。ありがとうございます。お蔵入りしちゃったの。いや、お蔵入りさせようと思ったんだけど。させようと思ったんですか。お蔵入りってそのやむを得ずしちゃうものじゃないですか。こちらお作りです。はい、いや普通に多分手が回らなかっただけか。あれ一発目がだって福田社長ですよ確か。そうで、その後割ともう井ノ原さんが結構そうそうたる面々だったじゃないですか。うん、そこに意外。いや、あの並びにそのいや、すごい中尾人間チャンネル結構そこ行くそこ行くみたいな流れで、うん、自分来るのすごかったので、なんかタイミングとしては僕としてはすごくなんかありがたいタイミングでした。まあだからある種のそこ行く、イヤリもそこ行くだよね。だからそうですね。いやそうですね。その並びで言ったら、いや福田社長も爆笑しましたよね。ちゃんと喋ってるのみんな初めてでした。すごい。でもそういう人多いんじゃないですか。うん。ちゃんとこうガチで。確かに。あとなんだ、あ、そう機材の話だよ。あ、そうですよ。年始か。1月の15とかそのぐらいでした。そう。であの時はもう機材とかもろもろ追っついてなくて、スマホ2台、3台か、3台以外で借りたんだ。1個僕のですから。そうそうそう、途中で充電切れて。そうそうそう、すごい。こんなのこのオズムみたいなのなかったですもんね。いやー、いよいよ借りました。やっぱり YouTuber たるもの。いや、さすがですよ。やっぱあの時やっぱり今もひどかったですね。ひどかった。いや、もちろんね、僕のカバンとかでこうカバンスタンドもないから、三脚とかもないから、このパタンってなっちゃうから、なっちゃうのを以外のバッグとかでこうやっていけないですよね。編集とかの仕方とか画角とかもやっぱりいいですよね、こっちの方が。まあね、まあそっか、半年ぶりだからさ。お久しぶりです。最近は何、ツアーが終わって。あ、そうだそうです。結局見に来てくださらずにごめん。来る見なかったし、絶対。いや、そんなことないよ。絶対なかったですよね、来る。俺でも本当にその辺何日か俺マジで行けない日だったはずだし、あと来る気なかったでしょみたいな会話って、本当不毛だからやめよう。言ってもしょうがないですもんね。過ぎたことだし。確かにそれは間違いないですね。無事にでも終わった。終わりました。どうなの？いや、楽しかったです。この間話した時はもうやりますみたいなあれだったっけ？発表したぐらいだった。どうだった？ご当地なんで、今までで一番多かった。コメントも一番多かったんですけど。面白いところで挟んでね。ちょっとうまかったんですね。で、やっぱりライブいいなと思いました。やっぱ1年ぶりっていうのもあったんで、改めてお客さんの前でホームで自分たちのパフォーマンス届けるっていうのはやっぱこう楽しいなっていうのがそれはストレートにありました。で、お客さんの熱量的には意外的に体感どんな感じだった？めっちゃ気合入ってた？それともなんかかなり入ってましたね。戻って1年ぶりですし、やっぱこの1年間、割と個人での活動、個人での活動、すいません、ちょっと美味しくなっちゃって、個人の活動がそれぞれ多かったのもあって、あとはファンの皆さんを心配にさせてしまった1年ではあったじゃないですか、っていうのもあったので、ここで改めてまた、元気出せっていうのをお届けできたのが、なんか嬉しかったですね。確かにそこなんか難しいよね。なんか個人でたくさんさ充実しててもさ、そのタイミングでグループの仕事があんまりないとさ、なんかグループどうしちゃったのみたいなさ、心配生まれちゃうもんね。まあなので今回はもうやっぱり楽しもうっていう、なんかやっぱエンタメたるもの、楽しいが一番大事。お、うまこれ。いや、やめてくれる。楽しもうっていうテンション感で。まあそりゃそうやな。ライブはそうだよな。そうなんですよ。初めて来てくれてるのかなっていうお客さんもちらほらやっぱ、まあ、見た目じゃ分かんないけどさ。でもアンケート取ったんですよ結構会場でやっぱり地方行くとそれこそ新潟の人みたいな、新潟福岡はやっぱその新潟福岡にご在住の方多かったですね。あ、そうそうなんです。それでも初めて来てくださる方もいっぱいいたし、そうか、初めて行く場所だとあれか、待ってましたっていう人がやっぱ来てくれるんだ。そうなんですよ。やっぱりね、東京まで行くっていうの今45万円かかっちゃうじゃないですか。まあそうだよ、往復でいったら8万円ぐらいかかっちゃうんで、なんかやっぱちょっとねそこまでじゃないよって人ももうちょい楽な気持ちで確かに来てくれるっていうのは嬉しいですよね。ハードル変わっちゃうもんね。で僕それを4月に映画を撮ってたんですよ。人のターンでやってるくらいですねせめていや一応自分のターンで行くのだけ決まりにしましょうよ。ほいでそうなんですよ。それで今度公開されるやつなんで、大西流星君の映画なんですけど、それは撮影が福岡だったんですよ。で1日だけなんか休みみたいな日があって、その日が奇跡的に SixTONES の東京ドームの最終公演の日だったんですよ。これチャンスだと思って、ずっと福岡だったけど、行って帰ってみたいな、福岡そのためだけに東京帰ってきて、で次の日に朝一の便で福岡戻るみたいな。あるな。したらそれでも結局8万円ぐらい飛行機代かかって、プラスチケットだけの人払ってんだろうなと思ったら、これなんかありがてえな、マジで思いました。一回でもそれ体験して、なんかあれだね、貴重な経験だったかもね。いや、相当やっぱでけえと思った、8万。そうだね。8万でけえなと思った。よっぽど本当にもう感謝しなきゃダメよね。いや、そうなんですよ。そっか、じゃあ無事に終わったわけだ。ミヤ見に行きましたよ、それこそ。ジュニアチームは出ないの？もう出ないっぽいですね。何でも知らない。半分ファンみたいな気持ちでいきました。なんかあれ以外って勉強熱心だね。いや、俺好きなんですよね、なんかライブとかショーみんな。とにかく。半分は勉強とかインプットだけど、それ以上はもうあれですよね。楽しくてってことです。エンジョイってことか。エンジョイしてます。どうだった？ We Are。We Are はもう圧巻でした。俺この人たちの後輩なんだと思ったら、なんか何曲かに我に返るんですけど、割とファンとして楽しんでるところから、同じ事務所かみたいな。なるほどね。その時にやっぱその厚みというか、すげえなと思いましたね。かというようにバーン出てくるじゃないですか。その時、歌い出しが亀梨君だったんですけど、ずっと上田君が抜かれてたんですよ。亀梨君めっちゃ歌ってんのに上田君が抜かれてて。スイッチミス？そうなんですよ。で、めっちゃ上田君油断した顔してて、自分じゃないと思うから。で、上田君の歌割りかなんかに変わった時に、なんか上田君の顔に亀梨和也ってテロップが出ちゃってて、で、なんか、みんな、みたいな、あれな、神社じゃないみたいな感じになって、亀梨君もなんか、なんで湧いてないんだみたいな感じで出てて、では、僕はちょっと半分この身内というか、やってる側の気持ちもあるから、決めてほしい気持ちあるじゃないですか。やっぱその一番美味しいところで、バーン決めてほしい気持ちあるから、うわーっと思ったんですよ。で、その後すぐ、スイッチがパッて変わったんですよ。もう帰ろうみたいな感じで、で、中丸君映ったんですよ。俺、その面白すぎて、その時の中丸君が、もう、本当に油断してたんですよ、中丸君が。俺も順番じゃなかったですよ。そうそう、もう、亀梨君歌ってる時に、上田君で、ミスったと思って中丸君になったんですよ。さらに次もミスった。そう、めっちゃ思って。あ、でもそれがライブよ。じゃないのよ。いや、すごかったですよ、映像。3面じゃないですか。3面だから、その分ね、映像も、ドローンもすげえ飛んでたし、豪華だと思いました。あれやっぱ熱かったですね。トラビスからキスマイっていうんで、あの流れがドンチェラストップやばかったしさ、あれね、マジかこうだった。みんなでね、混ざっておととし砂やってたじゃないですか。砂ドンチェラストップで、さっきの単独で砂入りっすね。あれもやばかったっすね、ドンチェラストップ。砂入りっすも難しかったな、初めてだったけど、あれすごいっすね、マジで。いや、本当はさ、センターステージとかでやりたかったんだけど、重量とかもろもろの理由で本質でやったのね。全体的にやばかったろうな。ねえ、まあでもだからさ、ほんとさまざまな演出があるよね。まあそうです。演出ってほんとやっぱ奥行きというか、なんか月に枯渇しないですもんね。それはすごいなと思って、いろんな専門家たちがちょっとずつやっぱ進化したりして、ね、そこをどう使うかでまた見え方が違うからね。全然違いますよね。でもあれだったな、上田のライブで会場にビューとかしてたのよ。ああ、なんかあれで写真で見ました。あれめちゃめちゃいいよ。ドローンが何機か入ってるらしくて、なるほど。関節になってんだ。そう。でもドローンだとお客さんの上は飛ばせないじゃない。うん。ルール上。はい。でもあれバルーンなのカテゴリーは。なるほど。海外のディズニーランドのパレードと今ドローンで上も行くみたいな感じらしいです。うん。そうなんだ。4年だか5年だか前にさ、はい、それこそドローンがもうこれからなんだ浸透するぞみたいな時に、うん、最前線どんな感じなのかなって、うん、最初地上を列車が走ってるの、うん、何機かあって、はい、で途中から浮くの、空中でまた走ってるの。一個一個のドローンが点となってて多分そうっていう風に見える。うん、それにしても地上で走る感じがまたすごく自然で、ライブの演出チームに見せて、これやりたいって言ったんだけど、当時全然もう派手みたいな。無理に決まってる人やるね。金目鯛の西京焼きと仙台牛ステーキです。ジュニアの以外に買いますよ。ありがとうございます。ぜひ応援してください。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひ、はい、食べながらで。あとコーラください。ね、すいません、これお持ちします。貸し石。なんで今のよ、貸し石。褒めといたから貸し石。あ、こぎっすね、だいぶ。あ、でもありがとうございます。いや、でもこんな貸しとかじゃなく、一度だけ何でもするんで。でもなんか憧れですわ、この、ご飯食べながら YouTube 回して、それをバンって出すって、なんかめっちゃ良くないですか？めっちゃいいよね。めっちゃいいっす。結局、そういうコンテンツがおもろいんですよ、一番。うん、作り込まれたエンタメってもうあるじゃないですか、別に。はいはい。それをなんか追いかけるんじゃなく、ここでしかないか、この良さをなんかこう、俺がやるんじゃ絶対ダメなんですよ。なぜ？いや、俺別にまだその作り込んだエンタメがそこまで充実してないから、オンがあってここでオフがあるっていうのが、いや一番いいと思います。見ちゃいます結局。なんかその今ってなんか YouTube あれらしいんですよ、長い動画のバズるらしいですよ。あ、そうなの？そうらしい。長いっていうのはどれぐらいのこと言ってるの？40分とか1時間とか。え、そうなんですか？だってさ、一方でさ、タイパだタイパだみたいな。あ、そうなんかそれが TikTok とかショートに撮られてるらしくて、タイパは。ながらみとかに見てて、YouTube とか。ちゃんとだから座ってこう見るっていう感じじゃなくて、そうそうそう。なんかこう作業しながら流しとくのに、記入のデータとか長いのがいいということ。分かるな、俺も飯食うとき、家でとか、テレビも見るけど、YouTube の日とかもあるもんな。あれはそうだよ。極端な話すると、通勤時間とか、もうスマホはもうポッケに入れて、なるほど。これでつくんでしょ。でも全然ありますもん、毎日のテレビの人に。じゃあどうする？これ、2時間半くらい頭回す？実験してみますかね。編集してみますよ、マジで。俺のオズモポケットが多分熱でいかない。持たない、2時間半。旅行行きましょうよ。なんか、あそこ行きましょうよ、勝浦。海めっちゃ綺麗です、勝浦。グランピングまで行かないけど、一棟貸しの、みたいなのあるんですよ。ああ、なるほどね、そういう系ね。に行って、みたいな。もうその見たくりでさ、はい、そういうコテージ行きたいって言ったら、あれあれってなんですか？あれってなんですか？いや、いるのにさすがにチャラいだろ。ザな感じですよね。行きましょう。スケジュールだけだ。で、スケジュールは僕の絵の中丸さん合わせなんで。忙しいでしょ。全然です。映画終わったんで。忙しい。めっちゃ暇。なのに行かない理由探してません。忙しいだろ。行かない理由探してません。初夜じゃなくても全然。あ、なんかそういうなんかパリピの好きなサウナ好きですか？サウナ好きです。あそこ行きましょうよ。取れないか敷地とか思ったけど、敷地のサウナ知らないですか？なんかもう超やばいサウナみたいな。あ、そうですね、静岡の取れるんですけど、そこはもうでもめっちゃサウナの聖地みたいになっちゃうので、水がなんかとにかくいいから水風呂がめっちゃいいらしいんですよ。僕行ったことないんですけど、だから水がまろやかなのが肌からわかるみたいな。でもなんかもう今すごい人気すぎて、水風呂の中もすし詰めフェスみたいになっちゃってるらしくて、それはちょっとあんまり帰ってよくないかもみたいなの言ってましたけど、プライベートサウナみたいなありそうじゃないですか。よく知ってんな。でもしかもサウナなんて変なのってもう撮影も多分大歓迎じゃないですか。大衆じゃなければ何ですか、こう女優性のとかだったら割とそのプロモーションしてほしいみたいなのもしかしたらあるかもしれないので、サ活やっぱり伸びますよ絶対。あ、そう。コンテンツ強いですよ。でもあれなんじゃないの、そのちょっともうピーク過ぎたんじゃないの。あ、ピークは過ぎてます。でも若干その残りがね。ね、まあ普通にシンプルにサウナ好きだから。この間北欧行きましたよ。北欧行ったの？北欧行きました。なんで？知り合いに連れてってもらって。プライベートに？はい。プライベートで北欧行ったの？普通に北欧行きました。どこ行ったの？じゃあ北欧ってサウナは向こうです。上野にある北欧っていうサウナがあるんです。なんだよ。なんですか。サウナ好きで言うから。違う違う、似てる。北欧でもそれくらいサウナ界は割と有名だと。そうザ・北欧みたいな感じだったんで、サウナの候補にして日帰りね。そうなんですよ。サウナってマジ日帰りで行けちゃうんだよ。プラス花火大会ってどうですか。でももうやばいことになるから。めちゃめちゃエンジョイしようとしてんじゃん。でも花火大会やばいですね。多分囲まれちゃいますね。花火大会やめようですね。で募集しましょうよ。コメント欄とかであそこ行けとおすすめありますみたいな。確かに。それをこう何個かピックアップしてそのボックスに入れてで4つ引いて引いたとこ全部に行く。いや待て待て、こうなるとどうするんだ。で絶対引いた順でいきましょう。大変だろ。じゃあちょっとこの動画のコメント欄にぜひ東京周辺で車で行ける範囲で。車がいいんじゃないですかね。だからまあ静岡ぐらいまで好きだからギリで、静岡長野あたりぐらいまで。おすすめのとこあるよってからぜひ教えてください。お願いします。心霊スポットとか行かないですか。行かない。面白そうじゃない。あ、動画的に行ってみて。俺がですか。で俺ほらテレビで言うんだったらスタジオで見たことない。 YouTube のワイプ見たことないですよ。 VTR で俺受けるから。なんで俺何回かスタジオに起こさなきゃいけないんですか。面白そうですね。なんかやってみようか。俺ロケ行きましたよ。心霊はちょっと自分で言って思いましたけど。じゃあYouTube いろいろやってみてさ、場所にも困るわけよ。でそうなるとさ、やっぱスタジオ変えなきゃいけないみたいななってくるじゃない。でもそんな別に確かに自宅でバンバン撮る感じでもないですもんね。ロケ多めだから。そうだね。呼んじゃうよ。どうしたその対談とかするときに呼ぶことができない。構えちゃう。あ、確かに。じゃあ構えた方が良くないですか。スタジオにしちゃって。だって都内でもワンルームとかだったらまあほんと5万とか借りるとか借りるじゃないですか。5万って狭くなっちゃうよ。でもよくないですね。だからそのなんかスライムブローとか作るのはあれですけど、ちょっと話すぐらいだったら全然だって6畳ぐらいだったらいいんじゃないですか。食べるだけなんで。まあまあまあちょっと考えます。じゃあ設営の会やりましょうよ。俺の後輩たちもいい。俺に任せたらこのテープライトのビューイってあってスピーカーのちょうどプラネタリウムと面白いこと。どんな部屋だよ。中丸銀河ルーム。いいじゃん銀河ルーム。銀河ルームめっちゃ暗い。もうちょっとだ。銀河ルーム言うて3、4ヶ月だね。いやもっとだって。あんまりそうか1月っす。えだ違うじゃあ開いてこれ半年ぐらいだ。いや俺もそうなのかなって一瞬思っちゃったけど全然そんなことないよなと思って。あっという間やわ。 YouTube 始めてから本当に終われるようになった時間に。でもよくないですか。なんか自分のちゃんと好きなことでこう発信できるって。めちゃくちゃいい。だって本当にそう。自分で編集して自分が使いたいとこ決めてさ。はいはいはい、ね、大変だけどその分、自分のエンタメを純度高く届けられますもんね。というわけではい。いやまあ元気そうでないんです。いや本当すみません。定例会毎回こんな回していただいて嬉しいです。いやこちらこそですよ。じゃあちょっと近々旅行行きますか。旅行しましょう。結構ちゃんと行きましょう。確かに。はい。なんかな夏もしくは夏前ってやっぱ1回ぐらい旅行行っとかないと始まんないですよ我々は。はい。じゃあ僕が計画します。ちゃんとそれを責任持って。ああそう。一応だからさっきから募集お願いしたからお願いしてそれ見て早く送ってください。だからそれ9月とかにお願いするんでできるだけ意味ないんで。そしたらそうなんですよ。できるだけお忙しいと思うんですけどなるだけ早くだと嬉しいかもしれないです。じゃあすみませんありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ皆さんまたよろしくお願いします。そうですね。綱って予算感マジで分かんないですね。でもツアーだったらそれこそねご当地の砂とか。いやそこでこだわってしょうがないだろ。僕ら楽屋こだわってて、なんかテープ LED を上に貼ったりとか、その床にタイル引いたりとか、間接照明を仕込んだりして、めっちゃチルベアみたいな感じにして。